本エスタジオベイラーリオよりお届けしてまいります。引き分けもしくは勝ちで突破となります。選手たちの入場です。キックオフでスタート。インターナショナルカップ本戦グループリーグ第3節ルーマニア対日本、解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。さあ北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。前田、本田、ミドル、まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。香川がこの試合初めてのシュートを放ちました。さあ左へ預けて長谷部、前田、前にもいますよ。ゴールキックとなります。左サイド上がってきます。この位置で受ける。お、これいいですよ。スペースへ出す。仕掛けるか。シュート、なんと止めた。いやいや、ナイスセーブ。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。このピンチよく防ぎました。いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。さあどうする、足元大事にいきます。ファインプレーですよね。再びコーナーキック、日本は2本目のコーナー。あ、止めた。きた、きた、先制日本。先制点は日本。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。さあ日本、貴重な先制点を奪いました。日本はこの試合を引き分けもしくは勝ちで終わることができれば突破が確定します。これ仕掛けるか。香川、さあチャンス作れるか。シュート、このシュートは収まりませんでした。まあ積極的でいいですよね。どんどんこうやって打っていけばゴール前何か起こるかもしれませんからね。ふわっとしたボール、ここで収まる。低いボール、シュート、打っていった、来たー。
気のあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。そうですね、普段は絶対に開かない位置に今のはバイタルを作りましたからね。まあフリーで受けて確実に決めるところは申し分ないですけども、やはり注目したいのはシュートの前ですよね。相手ディフェンダーを遅らせる崩しがあったからこそ結果的にあの位置でシュートが打てたわけですからね。見事な崩しでしたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、ついてよく決めましたね。そうですね。ここで前を向けるか。左サイドへスルーパスいけるか。さあどこに出してくる。抜ければチャンス。足元のクロスシュート。いやー勝ち越せルーマニア。試合をひっくり返しますルーマニア。今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。シュート防ぐ。すごい反応を見せました。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。ここで見せてくれました。ロングボールを入れてきます。ここかわす。一人で持っていくか。中央。いやよくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども気迫を感じましたね。さあ右へ預けて前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半を終え2対1。さあまずは前半が終わりました。前半のうち逆転ですか、はい、いや素晴らしかったですね。